こんにちは、めぐちでございます。ちょっと狭いところで録音環境が変わりまして、ちょっとね、急いでちょっと撮り直しをしてるんですけれども、あいみょんが、カンジャムで宣伝してくれたので、すごく多分有名になったである満月の夕べをやりたいと思います。うわ、ね、ちょっとね、もうまだ慣れてないもんですから、もう本当にどこに何を置いていいか、正面落ちちゃうわ。ソウルフラーユニオンで満月の夕べ。満月の夕べでございました。
ちょっとあのギターもがっつり入るんでね、まあまあギターもいい音に聞こえるんでいいんじゃないでしょうか。もう失敗感で目立つね。いやいや、やばいやばい。やばいやばい。もうほんと、激やば。やばい、さらにやばい、バリやばいです。いや、もう緊張しますわ。なんかね、あの、マイクをしてない時の方が緊張はしなかったような気がする。はっきり言って。で、エレキの方も撮りたいですけどね。もう本当に、全部撮り直したい感じですね。あの、いい音出てます。はい。ということでございます。というわけで、あの、ソウルフラワーユニオンの満月の夢でございました。ありがとうございます。じゃあ、奥間さんの方から、奥間さんが。目浮き岡島は相変わらずカスなギターとカスな歌声で頑張っております。マイクが入ったのでだいぶとね聞きやすくなりました。それではですね、最後までご視聴ありがとうございました。それではですね、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ということで、まあ、あの熊だらけのね事情の寝室でやっておりますが、またあの次の曲でお会いいたしましょう。目浮きでございました。ピッポピッポ、よし消しましょうよ。いやー、もう参ったな。